クリエイティブオフィス級は北海道札幌市に本拠を置く芸能事務所、テレビ番組や映画、舞台作品の制作も行っている。北海道内で活動するローカルタレントが所属しているが、その中にはチームナックスなど全国進出を果たした人物、グループもいる。現在は鈴井孝之の元妻である伊藤あゆみが代表取締役社長を 初代社長だった鈴井が取締役会長を務めている。社名の Q には北海道のエンターテインメント界に Q を出すという意味が込められている。鈴井孝之による社訓はマルチであれ。これは北海道ではラジオパーソナリティ、リポーター、バラエティタレント、舞台俳優などマルチタレントとして活動しなければいけなかったため。当初は 鈴井孝之が主催していた劇団オーパーツの個人事務所として設立されたが、1997年に鈴井やオーパーツの劇団員以外のタレントも要する形で新たに芸能事務所として設立された。大泉洋や安田健など芸人顔負けのキャラクター性を持つタレントが所属している事務所なので、大泉はお笑い事務所と評しており、 会長の鈴井隆之もその旨を認めている。実際に、タレント、俳優だけではなく、お笑い芸人のオクラホマも所属している。大泉は鈴井元夫妻について、タレントという文化が根付かなかった北海道で、やってこれたのは、社長と副社長のおかげで、尊敬しているし、感謝していると評している。下記のタレントのほか、オーパーツの劇団員も所属していたが、 1998年の完全消滅時に鈴井隆之と安田健を除く全員が離脱した。グループやバンドに在籍していた者はグループ卒業または脱退と同時に対処している。太字は現在レギュラー放送中。劇団演劇ユニット札幌市中央区にて以下の飲食店を経営している。2005年3月末日をもって終了。 2008年10月に竣工した新車屋内に多目的ホール、キューブガーデンを同年10月11日に開設した。ありがとうございます。